ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者はこう書きます。光り輝く高齢者ってね、の高齢者から光る光り輝く高齢者へを目指す応援をしたいと思っております。今日は2023年の8月の31日、いよいよ8月も今日で終わりです。今つくづく帽子、つくづく帽子とセミが鳴いております。今日はまるまるはつらいよシリーズを言っております。まるまるシリーズ第2弾は、男はつらいよってね、その中の妻の王国を言ってみたいと思います。今日はですね、妻の王国の一番の家庭内拘束の中の小項目を言ってみたいと思います。ますます尻の穴がすぼむよう。これは48歳会社員、妻はパート、結婚24年、長女23歳、次女19歳、三女16歳の方の投稿でしょうね。古き良き男性社会の名残がある世代の私ですが、この記事を読んで腹が立つやら悲しいやらと、悲しいやら、てんてんてん。これで世の男どもから反論や意見が少なかったら、今の状況でも大して男は辛くないのかもしれませんがね。仕事社会の命令や規則の中で生きている我々男、職場でもこれに似たような状況の人間が見受けられます。あまりに潔癖な価値観を押し付ける女性たちに、これではますます男の尻の穴は小さくなるでしょう。父親不在社会などと言われる現代です。中高新書の不正、父の性の複雑、かっこ林道義著が多くの人々に読まれているとも言います。男の形、女の形が見えにくくなったからでしょうか。これだけの記事でここまで怒りが湧いてくるのは、それこそ私自身が辛いよ状況に本当はいるからなのかもしれません。次は会社員の未婚の方です。先輩の家でびっくり。前々から家庭が変だと感じていました。十数年前、ある上司の家庭に伺った時のことです。部屋の中でタバコを厳しく禁止され、禁煙者同士、テラスに出てタバコを吸いました。寒風の すさむ高層住宅のテラスはつらかった。多分これが家庭内不信の始まりだったと思います。その後もこのような経験を重ねるうち、私は結婚願望をいつしか抑制するようになっていました。日本女性と結婚した外国人のため息も何度か聞きました。現代の女性が主張するダメな日本の夫といった視点では、すまない何かが起こっているのでは。これは先輩の家でびっくりというタイトルですね。で次の人は57歳主婦、子供3人、女系家族で育った女たち。腹立たしいおしっこを座ってしてほしいとは何ですか。夫を男性として見ていないのと同じです。同じです。これは大家族や、姉にも揉まれることなく、女系家族で育った女性の欠点の表れではないでしょうか。女性が強くなったと言われてから久しいですが、こんなところにもそれが証明できるのでしょう。どの夫婦も新婚時代は楽しい日々があったはず。時には昔を思い起こし、なぜいつ頃から歯車が狂い出したのかを考えるゆとりが必要だと思います。生い立ちが違う2人が一緒になったのですから、子供たちのためにもお互いが譲り合い、時には我慢をしながら生活していくくらいの賢い女性でなければ、この記事の家庭の子供たちに
性格の陰りが出なければよいかと案じます。我が家の結婚適齢期の子供たちもこの記事を読んだようです。息子はお母さんの時代とは違うんよ、遠い娘はこんなもんでしょうとの弁。結婚に対して夢を失うような一員にならぬならねばよいがと願うばかりです。この記事は中国新聞文化部の新聞に載った記事はかなり大きな反響を呼んでいるわけですね。そして次は不明ですが、女を下に見ているのね、最低な記事が載ったものです。男性たち、立って用を足して当然です。立って用を足してください。でもね、飛び散ったものをそのままにしておいて知らん顔している男性が多いのも現実です。自分が汚したものは自分で後始末してできる出るのはエチケットとして当然でしょう。誰でも綺麗なトイレが気持ちがいいはずです。するべきことをしないで女性に甘え無責任なことを言うべきではありません。男性が後始末を女性に依存して通用を覚えないのはやはり男性が女性を下に見ているからでしょう。悲しいです。男性たち、他人の小便を拭けますか。誰もそんなこと嫌なのです。そういう嫌な仕事を作ってあげないことも愛です。思いやりです。ちょっとした心遣いです。今日は家庭内拘束のね、中の小項目をいきました。次は2話、オレイズムという題で話していきたいと思います。男はつらいよってね。まあつらいといえば、チャンネル登録が全然伸びないときはミヤちゃんはつらいよということになりますが、でもまあコツコツ進めていきたいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。